はい、はい、それじゃあお菓子当てゲームやっていこう。おー、ちょっと待ってね。よし、準備いいですか。はい、はい、マスク外さないでね。じゃあまず1個目これいくよ。はい、辛いもんじゃない。辛いもんじゃない。酸っぱいもんじゃない。酸っぱいもんじゃない。どうかな。つむちゃんいるのに辛いもん買ってくるわけないじゃん。はい、あーパクよし。あー、来た。早っ。まだ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 、せーのでいく。待ってね、つむちゃんがまだ。うん、分かった。よし、じゃあせーので答え言うよ。せーので、カルパス。ピンポーン。イエーイ。イエーイ。これは簡単だね。おやつカルパスです。やったね。2つ目いきますよ。2つ目これ。あ、音でバレてる。おー、はい、お口開けて。はい、ちっちゃ。うん、よかった。よかった。よかったけど、よかったけど、待って、名前思い出しない、うん、せーの、ラムネ。お、ラムネはあったんだけど、うんうんうん、プリキュアのやつ。お、どうでしょうか。答えを見てください。じゃじゃーん。あーつむちゃんこれだと思った。ラムネはあってたよ。ラムネはあってたよ。ラムネはあってたよ。つむちゃんこれだと思ったよ。次3つ目これ。はい、じゃあお口開けてください。辛くない。あーん。大きいからガジってする。ガジってする？はい。痛いよ。うん。もう一回？もう一回？あ、はい。よいしょ。わかった人。つむちゃんわからない？じゃあゆのちゃんだけ言ってみる。うん、せーの。カントリーマーム。ピンポーン。カントリーマームでーす。あー、こっちの。はい、つむちゃんわかんなかった？うん、じゃあこれが最後だよー。次は何でしょうか。じゃがりこじゃない。じゃがりこじゃない。じゃがりこじゃない。きゅうり。お菓子だよ。はい、じゃあお口よー。はい、食べました。わかった。わかった。いのちゃんわかった。なんかチョコみたいなやつ。チョコだけはわかるの。うん、チョコだけはわかる。だって冷たいからチョコ。毎回食べる。毎回食べる。長いクッキーのやつで。無事。はい。わかった。わかった？いのちゃんは？わかんない。わかんない？いのちゃんこれかなっていうのはある？クッキー？あ、言った。もう言っちゃった。じゃあ最後一口ね。はい、あーん。で終わり。はい。最後のお菓子の名前を、せーの。ポッキー。はい、答えはじゃん。ゆうちゃんもじゃん。ポッキーだと思う？なんか違う。これポッキーです。じゃーん。実はプリッツでした。違うの？プリッツにチョコを塗りました。やっぱりなんかこの先なんか白が出てる。そうだね。味も味。あれ、それ美味しくない。おぉ。ちょっとやっぱプリッツがしょっぱいからかな。いいね。うん。
それで迷ったんだな、うん、これがつむちゃん本当のポッキーだよ。さっきのはポッキーもどきです。どっちが本物ってやったら分かんないよね。分かんないかな。じゃあこうやってコップで出された時ポッキーだと思った？うん。ゆのちゃん怪しい。ゆのちゃんはこっちの方と思った。プリッツだと思った？うん。ほんと？うん。入った入った。はい、今日はプリッツをポッキーみたいにして2人がそれをポッキーだと思うかどうかをやってみました。そ う, ってるの。そうです。もうすぐポッキーの日なのでやってみました。なんで11月11日はポッキーの日です。なんで、うーん、こんなの1だからだ。そうだよ。グッドボタンをよろしくね。それではみんなまた明日、バイバーイ。バイバーイ。バイバーイ。ひなちゃん、つむちゃん、また見てね。